チャンネルインクルージョン。の時間です。皆さんいかがお過ごしですか？私は今、仙台市営地下鉄長町駅にいます。そしていつものこのお二人です。美佐子です。美智香です。みんな今からどこ行くの？長町です。もう来てるしなんで長町に来たんですか？お仕事でお仕事ですよね。どんなお仕事ですか？長町駅どっかお店に行くって聞いたんですけど、どのお店ですか？長町駅のお店です。マダンね。マダンって何やってるお店なんですか？韓国のショップです。韓流ショップマダン。そこで一体あなたたちは不審な格好をしてる人も約1名いますが、美智香さんはサングラスをして何をするんですか？マダンって、1、強盗。違うし2、CM 撮影。3、買い物。さあどれ？ CM です。はい、そうです。この長町とマダンの CM を作ろうということで、美智香さんはおしゃれをして、サングラスをかけてきました。暗くて見えにくい。美佐子さんはどんなおしゃれをしてきました？まがたまです。今日のおしゃれポイントはまがたまです。ということで今日のまがたまによるふわふわ度アップは何パーセントぐらいでしょう？100%。 100% です。あとね、今日のあのふわふわ度はね、やっぱこの何ハートパーカーのハートじゃない？秋だから、素敵なあの白地に赤いハートが散りばめられた、素敵なパーカーを今日は着ています。美佐子さん、ふわふわ度 100% アップです。美智香さんは最近アイドルの方いかがですか？はい、今日のアイドルはセクチーちゃんです。ちょっと待ってくださいよ。今日さ、韓流ショップまだ行くんだからさ。間違えた。韓国アイドルはどうなってるんですか？はい、韓国アイドルね、調べてきた？まだ忘れちゃった。何やってんの？もうお隣の国のことなんだから、もうちょっと真剣に考えようよ。ごめんなさいということで、韓国アイドルについてはあまり知らない美智香さんでしたそうなのよ。まあ、日本のアイドルはね、何でも知ってるけどね。そうです。ジャニーズ専門だからね。これから韓国アイドルもちょっと調べていきますか？そうですね。だってさ、ペヨンジュンとかさ、知ってる？知ってるよ、知ってるよ。なんだ、知ってるんじゃん。昔よ、お母さんを見てたんだって。お母さんがね、涙流しながらね。友達も見てたんだって。ダララン、ダララ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 。そして雪もあって、雪だるまって。そうそう。なんだっけ、何さんだっけあれ。ユジンさん。そうユジンさん。どこにいる？でなんかさ、交通事故にあってさ、2回ぐらい記憶失ったりしてさ、本当に大変だよね、韓国ドラマってね。毎回交通事故に遭う。そうですね。記憶なくしたりする。目見えなくなったり。そう。カラーとか。カラー。あ、カラーね、カラー、はいはい、韓国アイドルね。あとはね、なんだっけ。なんだ、知ってるじゃないですか。知ってるよ、テレビでやってたよ。ということで、間もなくですね、我々そのマダンで、の素敵なアイドルを含む、あるいはアクセサリー、そして、韓国料理、食材、グッズ、化粧品等々を扱っているマダンさんに、突撃 CM 撮影に行きたいと思っています。はい、ぜひ楽しみにしてくださいね。はい、で長町どうですか？楽しいです。美佐子さんは仙台の中心部というか、マーブルロード大町方面がテリトリーですけど長町の方ってどうですか？楽しいねやっぱりね、まあ、仙台の中心部からするとかなり外れてますけど、なんというかまだ仙台らしさというか昔の仙台が残る町、これが、長町ではないでしょうか。ぜひ皆さん一度この長町という町足を運んでください。それではまたお会いしましょう。さようなら。さようなら。